とマイクおかしいかな。あ大きすぎたマイク。横沢ケアさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。横沢ちゃん月さんいらっしゃい、おかわりたすけさんいらっしゃい、横沢クロムゼさんいらっしゃい、春風のように爽やかなコツ、ここめさんいらっしゃい、バカランパス6号さんいらっしゃい、まこ気まぐれさんいらっしゃい、横沢8個目さんいらっしゃい、ぬりさんいらっしゃいそれ気に入ってんの、可愛いけどさ、パタパタ大丈夫。いやちょっとボリューム下げたマイクの、もうちょっと上げようか。あ意義なし鬼村さんいらっしゃい、え可愛くないパタパタ、その春風投げ飛ばしてね。ラコツいらっしゃい、なんだった、殿様の衣装を着たままで、ずっと一人だったんですか。マネージャーさんも忙しそうだったから、ショーの後に記者会見もあったはずですけど、だから知りませんよ僕。おかしいな、殿様が何か告白するって。とにかく控室を出たらなんか騒がしくて、その時はもう勲さんは死んでいたみたいです、マネージャーさんが言ってました。さっきから何かといえばマネージャーさんだな。そこにコートの刑事が現れたんですよ、身体検査されていつの間にか逮捕されちゃったんです。愛さんいらっしゃい。エリアル体験からの大ダウンで、マコツ、エニコスさんいらっしゃい。うん、あのジュースに混ぜてね、飲ませた。赤坂さんいらっしゃい。マコツ、ウィンドさんいらっしゃい。痛風ではないです。ちょっとさっき聞き逃したからもう一回。控室で、休んでいた。大トロは控室で休んでたんですね。アトラクションショーがあったからか、があったから。赤津スラさんいらっしゃい。ああなるほどね、衣装を着たまま控室で休んでいたと、着たまま。うん、マネージャーも忙しそうだったから、赤津サラさんいらっしゃい、赤津25個目さんいらっしゃい、控室を出たらなんか騒がしかった。被害者のこと、亡くなった不死身の勲さんとはどんな、別に関係ありませんよ、あの顔で僕と同い年なんて笑っちゃうよね。無理やり忍者なんじゃを映画化したみたいだけど、結果は殿様の勝ちといったところですね。そう、グランプリはいただいたから、だから僕があいつを殺す理由なんてないんですよ。向こうがこっちを狙うならともかくね。確かに逆だもんね。殺す理由がまずないですね。理由がない。殺人容疑について。どうして逮捕されたんですか？どうも身体検査が良くなかったみたいですね。何か見つかったんですか？忍者なんじゃの衣装についていたボタン。ボタン？なぜか知らないけど僕の衣装の袴に挟まってたんです。キャッ！冗談じゃないですよ。誰かが挟んだに決まってます。袴？
が持ってたあのズボンですよね。たくずです。マスクシバさんいらっしゃい。正当防衛ネタ扱っちゃってくるな。うん、そうだね。どっちかというとこっちの方が忍者なんじゃっぽいな。誰にも会ってないんだよね、終わってからは。本当にそうなのか。引き出せる情報はまあこんなもんかな。なるほどくん。最後に一つ確かめておきましょう。この殿方が本当に無実なのかどうか。そんなことできるわけが。できます、これを使えば。便利なアイテムですね。そっか、じゃあ一応プレイヤー側としては本当に犯人なのかっていうのは分かるのか。よかった、それも分かんないのかと思った。サイコロ、まゆいちゃんの曲がったもん。この辺ほんと強すぎ。そうなんで、これがあれば裁判いらないね。一安心ですね。なるほど君に秘密を隠すことはできません。絶対に。そうか。大虎さん、一つだけ聞きます。正直に答えてください。何でしょうか。あなたは不死身の功さんを殺害しましたか。答えてください大虎さん。電話で相談するのはなしです。わかりました、はっきり答えましょう。僕、誰も殺してません。もちろん不死身の功も。お、どうですか。なるほどくん、サイコロックは現れないということは信用していいと思います。やれやれ、とりあえず依頼人が無実と分かっただけ少し安心したな。あの、審理は明日みたいですから、よろしくお願いします。便利だけれども、なんかちょっと気になるねこの人ね。じゃあこちらダメガネさんいらっしゃい。第1話完。同日午前11時34分、3時間後ぐらいですね。とりあえず大トロ信号の依頼を受けることはできた。そして彼が無実であることも分かった。重要なことだ。次はどうすればいいのですか。審理は明日、チャンスは一度しかない。大トロさんの無実を証明する確実な方法は一つ、真犯人を探し出すことだね。わかりました、探し出しましょう。全部真型まで。相談してみようか。サイコロックが現れなかったってことは、大トロさんは無実と考えていいんだよね。まあでも、自分は手を下してなくて買ったら殺してないってことにはなるんだよね。でもそこまで考えなくていいかな。実際手は下してないけどみたいな。私本当に安心しました。もしあの方が犯人だったら、昨夜からそればかり考えていましたから。うん、私も勘のいい子嫌いだよ。ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。あるんだけど。はい、何でしょうか。どうして僕とまゆいちゃんのことばかり気にしているの。僕とまゆいちゃんは別にその。え、何ですか。私、なるほどくんとまゆい様は違うのですか。まさかそんな。うお、この慌てぶりシャレにならないぞ。そっとしておいた方がいいみたいだ。もう悪い冗談をやめてください。ピンとされた。あ、叩かれた。夫婦だよな。
じゃあホテルに行きましょうかね。ホテルロビー。某時刻ホテルバンドロビー。あ、これは勝手に入っちゃう。おはようございます。ちょいとあんた、どういうことなんだいこれは。は、はい。イサオちゃん死んじゃったんだって。やったの、また殿様だったって話じゃないか。いや、それはおばちゃんはね、イサオちゃんの大ファンだったんだよ、やっぱり。おばちゃんが好きそうな顔だねって言ってたね。どうしてこうお気に入りのスターばかりパタパタ死んでいくのさ。いつもそうだよ、おばちゃんがクラスで飼ってたハムスターに。あたなは死神だった。あたな死神だったんだって。おばちゃん、あの事件についてお話を聞きたいんですけど。ふん、勝手に押し。あの、なるほどか。私ちょっと聞き取りにくいのですけど、早くて。おばちゃん、ゆっくりお願いします。余計なお世話だ。イサオちゃんのこと。1年前の事件で大好きだった胃袋ちゃんが死んじゃってさ、やっと最近また胸がキュンってなるスター見つけたのに。お気の毒です。何で死ぬかね、おばちゃんが惚れたスターばっかり。はあ、イサオちゃん悪く言うやつは許さないんだからね。言いませんよ。おばちゃん信じないよ、あんな女の言うことなんか。あんな女、下品な大阪弁でくっちゃべるこうるさいこのこと。大体何だよあれは、ベラベラおしゃべりばかり。ちった、つつしみって言葉、あれおばちゃん若い頃覚えてるんじゃ。おしばなや占いをしてたんだって。こっくりさんとか詩を書いたり。さらやって猫なんて書いた。いらっしゃい。はるみちゃん喉乾かない？そうですね、少し。じゃあジュースでも買ってきてあげるよ。あ、ありがとうございます。で、ちょっと人の話を聞きなさい。おばちゃん、夏美さんから何か聞いたのかな。事件があった時のことですけど。あ、おばちゃん知らないよ、ずっとここで準備してたから。準備？殿様の書、あと記者会見ね。例の謎の記者会見か。とにかく事件のことは知らないんだけどね。そうですか。ただ例によって見るべきものだけはきちんと見ちゃったよ。え？目撃しちゃったのよ、おばちゃん、決定的な瞬間をさ。ゴーストさんいなさい。鼻歌当ててくれる？うん、おばちゃんいいキャラだね。はい、おやすみなさい。あの、決定的な瞬間って。お、目の色が変わったね。それそれ、目上の人と話すときはそういう尊敬の眼差しでね。聞かせてください、何を見たんですか。あ、4つ。なんでこの前の事件じゃひどい目にあったからね。参ったな。聞きたかったら手土産の一つも持ってくるんだね。手土産ということはイサオちゃんのことかな。どんな展開なのかちょっと見てみますね。殺す気満々だよ。まずは流れから。正直なところ別に喋ったっていいんだけどさ。じゃあ教えてくださいよ。もったいないじゃないのさ、若い男の子を翻弄できるチャンスなのに。だってほれ、おばちゃん魔性の女だからさ。魔性というか悪性というか。おばちゃんが欲しがりそうなものだってやっぱり伊沢さんグッズだよ。おばちゃんが欲しがるものを探してこようか。欲しがるもの、主人公の初めてじゃねえか。やめてください。
はい、ということで、移動したいと思います。おい、しゃあない渡そう、やだよ。じゃあスミレの間に行きましょう。卒業おめでとう。事情聴取まだ続いているのだろうか。警官やホテルのスタッフが忙しそうに動いている。こんな状況で調査ができるのでしょうか。やるしかないね。調べてみる。ちょっと美味しそうなご飯がありますね。夕べお食事したテーブルですね。そうだね、あの時は本当に私幸せでした。もう一度笑顔を取り戻さないとな。大げさなロビーに通じる大げさなドアが見える。ボーイに連れられたまゆえちゃんが消えたドアだ。あの時僕たちがついていれば。ゆうべ授賞式が行われたステージだ。ゴージャスだったな、さすがに。ちょっとあのサーカスを思い出しました。皆さんお元気でしょうか。立ち見サーカスは最近公演を再開したらしい。3ヶ月後ぐらいだったね、これね、お話。きっと元気にやってると思うよ。シャンデリアがあるね。私このような綺麗なもの初めて見ました。シャンデリア？はい、こんな美しい明かりの下でこのようなひどい事件が起こるなんてショックです。それにしても豪華なホテルだ。何かに取り憑かれたかのようにゴテゴテ飾り付けされている。そういえば去年あのボーイさんから暑中見舞いが来てたっけ。あのボーイさん？あのボーイさんって誰？あのボーイさん？一のあのボーイさん？廊下ですね。あのボーイさんね。あ、キヨタ。いやー、待ってたんやで、なるほど。夏美さん。おまわりさん、犯人が現れたで。なんだ。逮捕や、裁判や、有罪や、死刑や。どうしたんですか、夏美さん。どうしたもこうしたも夏美さんもあるか。ほれほれ、はよ出さんか。あの、何よ。カメラや、カメラ。報道陣の命、7万円もしたカメラや。カメラですか。ほれ、よく言うやん。犯人は現場に戻ってくるって。見事引っかかりよったわ。見事引っかかったみたいで、厄介なトラブル。はあ、なくなったのかな、取られたのかな。うん、今度見せるね。報道用の割に安い。7万円。あのカメラがなくなったんですか。ただのカメラやないで、定価16万円の最高級品や。おや、確か先ほどは7万円のカメラと。店員と腹割って話し合ったんや、5時間。カメラのちっちゃな傷やら、店員の態度悪さやら、チクチクじっくり言い聞かせたら負けてくれたわけ、涙流して。そのカメラがいつなくなったのです。ゆんべ事件があった後、通り調べやら何やらごたついとったその時。夏美さんのカメラがなくなったの。取り調べ中。相棒か。うちの最高級な相棒は消えちまったんや。夏美さん、その最高級品で何を撮影してたんですか。さあ、目についたもの適当に撮ってたからな。よく覚えてへん。スクープはなかったわ。消えたカメラか。事件に関係あるのかな。
何者かに、盗まれた。夏美さん、事件があった頃のことを聞かせてください。ゆんべはな、授賞式が始まる前からこの辺うろついとったわ。せやな、大虎が逮捕される頃までおったで。何してたんですか、こんなところで。決まってるやん、夏美さんの行くところスクープあるやん。スクープ言うたやん。あー、ごめんね、ちょっとやめなさい。どうしようどうしようかな。心を出すか。エドウィンさんいらっしゃいなんでカメラなの。ちょっと気にせず続けていいですかゆうたやん、うちは今バリバリいやらしい芸能カメラマンなんや。めちゃろん狙ってたで、シャッターチャンス。スクープって何のことだろう。ま、いろんなスターさんに目移りしとったからずっとここにいたというわけでもないねんけど。スクープ、じゃあ夏美は別のスクープ狙いで来てたってことだよね。夏美さん、ここでずっと見張ってたんですよね、スクープ写真を撮ろうと。せや、ジャーナリストっぽいやろ。裏情報があったからな、決定的な写真撮ったろう思って。一体どんなスクープを。あ、ここもか。おっと、それあれや、企業秘密ってやつ。やれやれ、また何か隠すつもりか。困りましたね。あ、やった、困ってはる。これぞ生きがいみたいな、とても爽やかな笑顔だ。ちょっと突きつけてみます。スクープ、夏美さん、聞かせてもらいましょうか。事件の夜、なぜ被害者の控室を、被害者というと忍者なんじゃの控室を見張っていたのか。見張っていたのか。だから言うたよ、スクープ狙っとったんや。僕が聞きたいのはそのスクープの内容です。それはちょっと言われへんな。ほれ、うちそいつでおまんま食べてるわけやし。いやらしい芸能カメラマンが狙うスクープ、それってもしかしてスキャンダルですか。もしかして夏美さんがスクープしようとしていたのは被害者の勲さんとこの人物のスキャンダル。忍者なんじゃんの、勲さんとスキャンダルがあった人物がいたんだって。じゃあその人探しに行こうか。本当だじゃあ移動しますか。あ、大トロの控室が増えましたね。おばおば、こうちゃん、怖い声出さないの。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、いい
兄ちゃんそこで寝なさいよ。大トロ信号の控え室残ってるなあのここは大トロ信号の控え室、僕たちの依頼人の部屋だよ。何かご用ですか？お、お姉ちゃんかわいいいや、お互いの匂いが消えてるだけだから大丈夫だよ。だいたい2日3日で戻るから。なんかお風呂入れたらね、こうなっちゃうの。服がエロいですね。ピチピチですよえ、もしかしてこのマネージャーとのスキャンダルかな。ドラゴンの見聞こえみたいな声がこうちゃんドラゴンなんて。お姉さんいらっしゃい。ねえねえこうちゃん、こうちゃん、え、僕たちは大トロの弁護士ですね。そんなことは分かっています。私の方でも探していましたが無駄になったようです。そう、匂いで判断してるの。おバカでしょこの子たち。お互いの匂いが消えるとね、もうお前誰やねんってなるのまさかラゴン。え、どうして弁護士だと。先ほど僕たちの依頼人とおっしゃいました。この状況で依頼人という言葉を使う人物、弁護士です。すごい。当然のことです。回転は明日、大トロの状況はとても楽観できるものではない。あなたは手がかりを求めて走り回っている。違いますか？まあ当たらずとも遠からずといったところです。なるほど君、見栄を張っている場合ではありません。私、神谷キリオと申します。キリオちゃん、無駄なことが嫌いなので要件をどうぞ。体は小さいのに堂々としたもんだなキリオさん来たかつる。ジョナさんいらっしゃい。あ、小係長いらっしゃい。事件当夜のこと、まず必要になるデータは事件当夜の関係者の行動です。あ、はい、そうですね。では早速お話しします。授賞式が始まる前、私は大トロと食事をとりました。時系列書いとこうかこれは実に脇をペロペロできそうな。コメント我慢してたちょっと手をどけてほしい。脇見せて。キリオさん、授賞式の前、食事をとってたんですね。大トロ怒らないの。この控え室で、あ、控え室で食べてたんだって。控え室で、はい、食事、何を食べたんですか？言ったはずです。無駄な会話は嫌いだと。そんなことテーブルを見れば聞くまでもありません。厳しい人だな。授賞式が始まってからは会場の方へ。式が終わってからこの控え室に。いいえ、私には細々した仕事がありましたから。ロビーで準備を手伝っていたんだって。キリオはロビーにいたんだ。はあ、受賞記念のショーかな。アトラクションショーの時間に大トロを呼びに来ました。はい、お疲れ様でした。なんとか落ち着いたと思う。パブミいらっしゃい。おかえり。まあ大人のお酒を飲んできたのね、パブミ。ちょっと鎖骨つまんでもいいですか？熱々。アトラクション